やっぱりそこは当たらねえ。おめでとう王家、まさかかなめくんが勝つとは思わなかったわ。そうね、失礼だけど私も勝てると思ってなかったわ。ごめん、実は言わなかったけど私も。まあ、仕方ないよ。あれだけの力量差があったからね。私もかなめくんじゃなかったら勝つとは思わなかったよ。でもまさかかなめくんが守護天下を模倣するなんて思わなかったわ。まだまだ完成度は低いけどね。私のはあの程度じゃ壊れないからね。でも信じてるってそういうことなの。うん、私たちの教えだよ。かなめくんは最後に私の技を信用してくれたんだね。いいねそれ、すっごくロマンチックじゃん。現実はそんな綺麗なものじゃないけどね。とりあえずかなめくんのところに行ってあげなさい。かなめくんが誰よりも先におめでとうって言われたいのは王家のはずなんだから。そうだね、それじゃあ私かなめくんのところに行ってくるよ。へえ、その考えがあったから昨日すぐにパトのところに行ったんだ。月下お姉ちゃん、ふふ、やっぱり一番最初におめでとうって言ってくれる人ってすっごく印象に残るじゃない。ああ確かにそうかも。次からそうしよう。ちょっと私の真似しないでよ。よかった、これは私も頑張って予選抜けないとな。みんな予選通過してるし気合い入れていかないと。あれ、誰かいる。誰だろう、どこかで見たことあるんだけどな。というかこの真夏の時期にニット帽にマフラー、暑くないのかな。さすがに俺の試合までには間に合わないか。仕方ない、俺の試合後に再度来てみるか。邪魔したなお嬢さん、ぜひ二人っきりで勝利を喜び合っててくれ。誰だったんだろう、かなめくんに何か用事でもあったのかな。なんか全然悪い気配はしなかったからいい人なのは間違いないんだろうけど、慎重すぎる。さあ19リーグ、先ほどの18リーグとは違い順調にリーグリーダーが他の選手へ倒しています。ここは私個人としては先ほどのリーグのように戦ってもらいたいところ。まあここまで安定して戦ってたらそれもなさそうかな。この人多分すごく賢い人だ。全体をよく見て無茶なく戦ってる。もっと言えば好きかない。さて、このままだと普通に終わりそうね。さっきのリーグみたいにダークホースがいるかもって警戒してたけど、とりあえずこのまま見てるのもあれだし、この子の切れ味でも試そうかしら。ごくれん、かんざし。いい切れ味じゃない、想像以上よ。なんだ、彼女が釜を振った。特に変化はないが、だが彼女はこのリーグのリーダー、何かを仕掛けたと考えて用心しなければ。あれ、勝負あり。最後の最後に大技を見せつけた。なんと人たちで空間ごと一戦。この圧倒的破壊力を実現した彼女は一体何者なのか。第19リーグ通過者、カルバーナ、イエン。ゲイ達者だね、空間ごと真っ二つなんて。私なら空間を切った後そこから溢れ出るエネルギーをちょんってしてバーンってするのに。さすが、語彙力が迷子になってますよ。ご主人の1回戦の相手は一撃の威力が高い。一瞬の判断が命取りになりそうですね。昨日の戦いのように勝つまでに何度も攻撃を受けていたらご主人の肉体は千切りにされますよ。うわぁ、パトがキャベツみたいになるのは嫌だなぁ。とりあえず今日帰ったら攻撃をかわす鍛錬に重点を置きましょう。さて、次は私の相手になるかもの、七三分けメガネくんの出番だね。しっかり見ておかないと。一応ソフィアでも相手を観察するって思考あったのね。とりあえず爆発させることしか考えてないかと思ってました。さあ、第20リーグ、ここのリーグリーダーは地球防衛軍一の堅物、ジョルジュ選手です。前年度はベスト16、何気に成績いいんだなぁ。こんなんか4決定、余裕だね。聞くところによると主任も堅苦しく、思考も堅苦しい。もちろん、仕事も堅苦しいです。私の説明はいいんですよ。さっさと他の説明でも寝ろ、チェーン。さあ、ここまで堅苦しく、セオリーに忠実な彼がいるリーグ、どのような戦いを見せてくれるのか。というか、見ててよ、本当に見ててよ。うるさい、さっさと始めろ。さあ、さっきからジョルジュ選手がこっちを睨んでいるので、そろそろ始めましょうかね。第20リーグ、スタート。まあ、今年も私の戦闘を見せる気ありませんかね。私は地球防衛軍第2部隊副隊長、世界を守る責任者ゆえにあまり外部に自身の情報を漏らすわけにはいかない。ラットダウン。ああ、やらないで、って言ったのにやったー。ジョルジュ選手の試合恒例、全く状況がわからない。毎年毎年、司会者泣かせのこの技を、いいもん、って寝してやる。これがジョルジュ戦の内側。外部に情報を一切流れず、対戦した相手も何をされたかわからないという情報しか流れてこないという。やみくもに動かずに冷静に思考を巡らせたまでは褒めますが、行動までが遅すぎる。もっと改善するんだな。あと15分、この空間に慣れられる前に倒してしまわれば。つまらないな、
言えないし、実況できないし、これがソジョルジュの過去にあった仕事の面白エピソードでも暴露するしかないな。くだらないことを言ってないでジャッジするんだ、全員。ああ、今から確認に入りますので、少々お待ちください。そうですか、なら私はその間読書の続きを。ああ、審査の結果が出ました。第20リーグ通過者、ジョルジュ、カントリーよ。続いて21リーグが始まりますので、参加者の方は準備してください。全員ね、わざとこの世に始めたタイミングで。アルタ、準備はいい。アルタちゃんのリーグリーダー結構謎が多い人だけど頑張ってね。そうだね、しかも調べたら今回が私たちと同じく初出場らしいから情報が全くないんだよね。でもアルタちゃんはそういうの慣れてるから大丈夫だよね。うん、仕事なら事前の情報集めが基本だからね。ぶっつけ本番はできる限りしたくないんだけどね。とりあえず頑張って、しっかり周りを見てね。どんなに絶望的でもしっかり観察。この1年でできたことをしっかりやったら大丈夫だよ。へえ、若いくせに上等なことを言うじゃねえか。そこのオレンジのお嬢さんの言う通りだ。常に冷静、クールじゃないとダメだ。この予選、君はしっかり周りを観察して、むやみに戦わないことだな。戦えばクールじゃいられなくなる。へえ、今から戦う相手にアドバイスするんだ。それともそうした方があなたにとって都合がいいとか。ああ、都合がいいね。俺が見たいのは実戦で慌てて実力を出せずに負けるやつより、最高のパフォーマンスを発揮した状態の相手を見ている方が気持ちいいんだよ。でもそれって不利にならないんですか？クールな思考じゃねえな。いかなる時も楽しむ余裕ってやつは必要なんだぜ。ただがむしゃらに頑張れば勝てるわけじゃない。ただ力をつけたから強くなるわけじゃない。そこにクールな思考と余裕があってこそ、新たな境地を垣間見ることができる。お嬢さんたちは若い。それを見せてやりたいと思うのが俺ってわけだ。すごい思考だね。私には到底真似できないよ。だからその思考がどれほどの影響を受けるのか見せてもらうね。そうだ、ここは戦場であって発掘の場だ。楽しめ、お嬢ちゃん。おっといけねえ、早く行かねえと他の奴の観察ができねえや。このリーグに参加する奴全員、心から健闘を祈ろう。スポーツマンシップにのっとってね。それじゃあ私も行ってくるよ。しっかりとね。さあ、それではただいまより第21リーグを開始します。このリーグのリーグリーダーである翔太選手は今回初出場、つまり全く情報がありません。私としてもどんな戦いを見せてくれるのか、心から楽しみです。クールじゃないねー、もっとクールに楽しむことを考えていかねえとな。では、予選、開始。さて、一仕事しますかね、クールに。ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。